中継ですけども、現在のところシェーポチキンに続きまして第2位 0.2 の差であります。あるいはという可能性が十分にあります。はい、こちらの方はいい得点出ると思いますよ。はい、床運動のタナーゼ選手、ルーマニアであります。ルーマニアは2人出ています。タナーゼ選手は段違いで失敗しておりますので、ちょっと優勝のチャンスは薄いかもしれません。 9.85 以上出さなければいけません。おっと、左危ないところ、12メートル四方から飛び出しそうな勢いでした。迫力があります。女子の場合は今度は体操系の技でですね、はい、ジャンプの中でも180度以上開かなければ、はい、B あるいは C の技と認めないというふうな新しい内容の規則ができているわけなんですよね。なるほど、はい、床は曲はアトランティスは呼んでいるという曲だそうであります。高さがありますね、今のもね。そうですね、今シリーズで 0.1 の加点になるわけです。はい、先の美しい選手ですね。本当ですね、はい、一番早く日本に来まして最も練習を積んでおりましたルーマニアチーム、その中で期待がかかっているのはこのタナーゼ選手の方だそうです。これは2回宙返り、抱え込みの2回宙返りです。3つ目のシリーズが終わりまして、これでタナーゼ選手4種目終了であります。タナーゼ選手は手元の集計ですが 9.85 以上出しませんと、今日ヨーバイ選手を